東京大田区で3歳の長女を自宅に放置し衰弱死させた疑いで逮捕された母親が、これまでも娘を一人にしていたので大丈夫だと思ったと供述していることが新たに分かりました。暑いね、みんなで楽しいことしたい。 SNS でこうつぶやいた直後、母親は3歳の娘を一人家に残し国内旅行に出かけていました。今母親が車を降りて警察署に入っていきます。先月、当時3歳のノアちゃんに自宅アパートで十分な食事を与えず放置して衰弱死させた疑いで逮捕された母親の梯沙希容疑者。ノアちゃんの死因は高度脱水症状と飢餓でした。数日間食べ物を食べておらず、胃の中も空だったといいます。梯沙希容疑者は3年ほど前に夫と離婚し、アパートでノアちゃんと2人で暮らしていました。自宅近くで目撃されていたのはごく普通の親子の姿でした。親子の様子はもう本当に、可愛がってる子供、女の子可愛がってる母親だなと思ってました。あのうちも本当にノンタンプルし、もう楽しくずっと遊んでましたよ。なぜ可愛がっていた娘を放置したのでしょうか。事件は先月13日、梯沙希容疑者自らの通報で発覚しました。娘が息をしていない。一緒にいたけど数日前から体調が悪く、ご飯も食べなかった。しかし実際には自宅にノアちゃんだけを一人残し、交際していた男性に会うために8日間鹿児島に旅行し、帰宅した後に通報していたんです。警視庁は偽装工作をしたとみています。本人の SNS には同じ頃、ハッシュタグコロナ、ハッシュタグ最悪、ハッシュタグはしゃぎたいなどの文字が。捜査関係者によりますと、5月にも3日間ノアちゃんを残し、鹿児島に住む同じ男性のもとに行っていたといいます。これまでも娘を一人にしていたので大丈夫だと思った。まさか死ぬと思わなかった。梯沙希容疑者は取り調べに対しこう供述しているといいます。梯沙希容疑者はノアちゃんをこちらの保育園に通わせていましたが、去年3月通わせるのをやめたということです。理由についてお金がないからと周囲に話していました。周囲にはお金がないと話していた梯沙希容疑者ですが、月1カフェ巡り、朝7時近くまで飲んでたで、酔ってはっちゃけていい時間だった。梯沙希容疑者は SNS で深夜まで友人と遊ぶ様子などを投稿していました。たびたび自宅にノアちゃんを置いてバーなどで深夜まで飲んだり、仕事が終わってもそのままパチンコ店に向かっていたといいます。事件が発覚した日、梯沙希容疑者の部屋にはパンがわずかに残されていただけで、冷蔵庫の中にはほとんど何も入っていませんでした。警視庁は梯沙希容疑者が日常的に育児放棄を繰り返しエスカレートしていったとみて捜査しています。